ました。枝を取り終えた僕はまた困りました。他の3つがどこにあるかわからないからです。すると大きなフクロウさんが僕に話しかけてきました。君、君、何をそんなに困っているのかね。僕はこの3つがどこにあるかわからないんだ。フクロウさん知りませんか、とフクロウに尋ねると、フクロウさんは言いました。地香水とは綿棒なら知っているよ。ハンズの森にある重曹の水、重曹の泉で両方とも取れるよ。よかったら連れて行ってあげるよ、と言ってくれたので、僕はフクロウさんに捕まり、ハンズの森の重曹の泉に連れてきてもらいました。重曹の泉はとても大きな泉で、そのほとりには見たことのない虫が飛んでいます。その泉の水が地香水で、飛んでいる虫が綿棒だよ、フクロウさんが教えてくれました。僕はフクロウさんにお礼を言うと、フクロウさんは帰っていきました。僕は早速水筒の泉、水筒に泉の水を汲み、虫を1匹捕まえると腰の袋にしまいました。そして僕はまたまた困ってしまいました。最後の梵天の実がどこにあるのかわからないのです。すると大きなネズミのような何かが僕に、何をそんなに困っているんだ、と尋ねてきました。ネズミさん、僕は梵天の実を探しているんだけど、どこにあるのか知りませんか。するとネズミさんは、おい待て少年、俺はシロクマだ。僕にはネズミさんが何を言っているのか分かりませんでしたが、話を合わせることにしました。ごめんなさいシロクマさん、それで梵天の実がどこにあるのかを知りませんか。するとシロクマと言い張るネズミさんは言いました。それならニコニコの丘にあるよ、よかったら連れて行ってあげるよ。僕はシロクマと言い張るネズミさんに捕まり、ニコニコの丘へと着き、ネズミさんにお礼を言うとネズミさんは帰っていきました。こうして4つのものを集めた僕は魔女様の元へと戻りました。揃えたものを魔女様に渡すと、とても喜び、僕の手を引いて奥の部屋に連れ込まれました。奥の部屋はランプが灯り、中央には大きなベッドが1つ。魔女様はベッドの上に僕を寝かせ、頭を膝の上に乗せ、これは儀式の準備だよ、と言い、たくうみの枝を手に取り、僕の耳の周り、耳の中をカリカリ、カリカリとしてきました。その手慣れた手つきで、僕の耳は心地いい快感に包まれ、地香水、アメンボ、梵天の実と、僕が集めた4つのものを順番に使い、最後に魔女様の吐息が、と吹きかけられ、そのあまりの快感に僕は動けなくなってしまいました。そんな僕を満足そうな顔で、今までの中で一番いい反応、いたず、儀式のしがいのあるいい反応ね、と言うと顔を近づけ言いました。この後のことは誰にも言っちゃダメだよ、バンされちゃうからね、微笑みながらささやきました。僕にはバンの意味はよくわからなかったけど、小さくうなずき、魔女様はランプの明かりをそっと消しました。次の日、僕は一つ大人の階段を上ったような、遠くを見据えた凛々しい表情になって村へと帰りました。何があったかは誰にも言えない秘密の儀式です。おしまいおしまいです。よいしょ、ふう、ありがとうございます。パチパチ。
てありがとうございます。よし、よいしょ、よいしょ、くるくる、あ、ちょっと待って、完全にアウトな話、完全にアウトな話ですね。やばいやばい、バンされちゃう、バンされちゃうからこの後のことは内緒ねっていう。と、今日はあまり耳クッキーをしていないので少しカリカリしますか。あ、ちょっと待って、いたたたたたた、あー、また足がしびれた、うん、足がしびれた、いたたたたたた、なんかね、正座じゃないんだけど、なんだろう、横座りというの、あれをしていると、あ、足がしびれる黒クマになっていない。ツンツンしたらくすぐるよみんなくすぐり弱い？どうなんだろう。ブラックマ、黒い白クマです。くすぐりは場所による弱いです。なんかさ、すっごいくすぐりに弱い人、くすぐるの楽しいよね。なんかこうさ、一回さ、なんか思いっきり縛りつけてくすぐっていいみたいなさ、なんかあったらいいのにな。500円くらいでさ、くすぐりくすぐりいっぱいしていいよみたいな、縛りつけてくすぐりしていいよみたいな。なんかさ、一時期さ、どっかに何でも屋さんいたよね。なんかあのストレス発散みたいな、なんかやっていいよみたいな、あったよね。なんかグローブ持ってこう殴ったりとかする、なんかあれでさ、くすぐっていいですかみたいな。そう、殴られ屋さん、あの人にさ、お金渡したらくすぐらせてくれるかな。私ね、すっごいくすぐるの好きなんだよね。くすぐりたいなんか思いっきりさ、こう縛りつけて、こうカチャ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 って、一般人だと殴っても当たらないのか、そういうことか。なるほど、それでやってるのね。なるほどね。なんかニュースで見たとき、すごくなんか心が痛むから絶対殴れないなと思ってしまった。なんか私意外とあのボクシングとかああいう競技とか見れないんだよね、怖くて。暴力系は結構ダメなんだよね。黒い系？なんか気持ちよくなきゃダメなんだよっていうね。だから本人が喜んでるのでいいんだけどさ、喜んでないのなんか嫌だなって思う。愛があるからこそいいんだよって。
拷問がくすぐりなんです。痒いと思って耳かきしたら痛くて気持ちよくならないのが悩み。それどこが痛いのかな。ね、一応ね、あの耳ボンライトの方のフリーハイフの方の耳ボンライトにも書いてあるんだけど、脳みそ側の耳の壁ってすごく痛くなりやすいから、反対側の顎の方の耳の壁の方をやってみたらどうかな。そうするとね、結構痛くなかったり。あとね、痛い人ってね、血管が太い人が多いんだよね。こうライトで当てながら耳の中を見るとすごい血管がこう太い人がいて、そういう人は結構耳かきをすると痛いんだよね。あと濡れた耳垢の人は結構耳の壁がデリケートな人が多いから、なんだろう、痛くなりやすいっていうね。Thank you.
ちょっと怪しくなってきた。よし、さあよし、では行きます。まず最初にお便り紹介から行こうかな。では行きますよ。ペンネーム水戸の王様からいただきました。あやかさん、おつくま様です。最近私は冬コミに向けて耳課金をしていますが、しかしどうしても勉強や作業中なのに耳が気になってしまいます。そこで携帯の充電器を挿す部分のホコリをティッシュと爪楊枝で掃除して、キジ耳かきっぽいことをしてみたり、好きな作家さんの小説を読んだりなどして気を紛らわしています。というわけで質問なのですが、あやかさんは何か我慢するときなどに耳かき以外にどのようなことで発散をされていますか？ちなみに多くの人がストレス発散に行う息を荒げ、時に汗をかき、顔を赤らめながら行う例の行為もなしでお願いします、だそうです。なんだろう、ストレス解消に、ストレス発散か。なんだろう、いろいろやりすぎてわかんないな。いやでもストレス発散、普通にあの声のお仕事の方をすることかな。私声の活動はすごく好きなので、なんかこうストレス溜まった時はもう防音室にこもって作業みたいな感じです。たまに、あ、そう、声を出すとか、たまになんかすっごいなんかイラッとした時は防音室で発声練習したりとか、なんかすごい大音量でなんか結構オペラっぽいのを歌ったりとか、あのオペラ座の怪人とかね、あの辺の曲を思いっきり歌ったりとか、絶対近所に漏れてるよなとか思いつつ、まあ3分程度だし許してねみたいな感じですね。よいしょ。あとはなんかね、反響的に厳しいけど、あのネズミさんのハッとかいう、あの例の彼のところの作品とかの曲が好きなので、結構あの辺の曲を歌ってますね。あ、朗読今日終わっちゃった。朗読終わっちゃったんですよ、すみません。タイムシフトがこの後にあるのでハハッていっぱい流れてきて、でもね、歌系はさ、ほら著作権的にね、なんか怪しいのがちょっと多いからさね。なんかね、その辺のあれが気になってできないんだよね。あ、そういえばね、ずーっと私ピクミンが気になってて、ピクミンとか実況できたらいいなみたいなと思うんだけど、私すっごい下手くそだし絶対無理だろうなと思ってしないピクミンとかやりたかった。そう、ずっと前からね、出た当初から気になってたんだけど、今までやる機会がなくて、この機会になんかあの Wii U にあのあるじゃないですか。で、Wii U にダイエットのやつとかもあるから、ちょっと買おっかなみたいなって思ったけど、コミュ言動画にすればいいんじゃない？どうなのあれ、実況的なのって著作権的にさ、あれってなんか微妙だよなと思って。でも私さ、本当に下手くそなんだよね、ゲーム。だからなんかさ、みんながイライラすると思うんだよね、なんだよこの下手くそみたいな私モンハンのさ PS3 のやつとかもやった時にさ、あのちっちゃな恐竜みたいなやつがいるじゃないですか。なんだっけ、なんか変なさ、あの耳のところみたいなのがブワーって広がってさ、ギャーギャー言うやつのさ、こういっぱい集まってくるやつ。あ、そう、ジャギー、あれでやられるんだよねだ
からさ、あの序盤にさ、なんかあの電気バチ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 みたいなあのやるやつとかさ、もう瞬殺されてさあの本当に、ね、下手くそなんだよね。だからさダメなんだよね。なんかね、みんな多分イライラするからさ、ちょっとやめておこうと。あ、そう、GOがだけなんかあの青くてさ、ビリ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 っていうやつ。あ、マリオとかもやったことある。だけどね、あの大抵一番最初のあのなんかクリボーカーの茶色いやつにぶつかって、ちっちゃいまま死ぬっていう。1アップのキノコがどっか行っちゃって、1アップじゃん、あの大きくなるキノコがポンって頭やったらどっか行っちゃって、あー待ってって追いかけてるところにクリボーが来て死亡みたいなっていうのがよくある。でちなみにあの一番最後にこう旗を取るやつとか、いつも400とか800しか取れなくてなんか全然こうなんだろう、得点にならない。大きくなるキノコ、大きくなるキノコそうだね、ちょっとねあれだね、意味深だね、大きくなるキノコ。絶対ダメ。あ、ギャルゲーやりましょう。それいいね。なんかさ、どんなやつならオッケーなのかな。あ、リズム天国とかもいいね。エロゲ実況、それいいの。それバンじゃないの。どうなるね、ちょっとその辺調べといてね。そんな感じでいきましょう。話が逸れちゃったので、ではでは次の質問というか、お便りと質問ちょっとごっちゃになってるかも。お便り、ペンネームスライムスブタ様から。あやかさんこんばんは。いつも寝る前にお世話になってます。ここ半年ほどで耳奴隷になった私ですが、耳かきの話をできる友達が近くにいません。友人をこっち側に引き込もうとしても、ん？な顔をされてうまくいきません。どうすれば友人を耳奴隷に引き込めますか。これは性別によるんじゃないかな。もし男性であるならば、あの可愛い女の子に膝枕してもらって耳かきをしてもらったら大抵落ちると思うんだよね。それで落としてください。あとはもう耳かき音声をカボッとこうかぶせて、耳なめとか、ちょっと一人の部屋に閉じ込めてそれだけ聞かせるとかで、3日後ぐらいにこうガチャって開けたらきっと洗脳されてるよっていう、そんな感じにすればいいと思うな。こう耳かきはいいものだよ、耳かきはいいものだよって洗脳し続ければ、きっとそっちの世界に落ちてくれると思うよ。はい犯罪集。よし、では次のお便りに行きます。初めてお便りします。いつも耳がお世話になっております。ネーム、サボテン定食と申します。私は先日初めて耳かき膝枕専門店に行ったのですが、いざ小町さんの膝にお邪魔するとき、どういう姿勢で横になったらいいか分からず、体は仰向けのまま首をそうしたら笑っちゃった。首をほぼ真横に曲げてたよ痛い痛い痛い、そういう人
すいません、笑っちゃった。いるいる、すごくいる。でね、あの首寝違えちゃって動けなくなった人がいて、そう、つまえちゃった、ごめんなさい。そう、これ結構いるんだよ、気をつけて。そう、結構いるんですよ。あの、それでね、起き上がれなくなってね、大変なことになってしまうっていうことが多々ありますので、はい、続けいきます。リラックスして耳かきを受けることができませんでした。そこで伊賀崎さんに質問なのですが、膝枕で耳かきしてもらうとき窮屈でなく、また小町さんにも負担の少ない姿勢というのはありますでしょうか、教えてください。これね、なんだろう、小町さんはね、大抵正座椅子っていうのをお尻の下に敷いているから、小町さんにはね、大して負担はないと思うので、これね、お店によると思うんだけど、正座してる人の縦側っていうのかな、縦になんか図解しようとか思ったけど、私絵が下手くそすぎて伝わらないから、横を向くのではなく、小町さんの足とまっすぐになるというのかな、感じになると、あの、寝やすいというか、正面延長の方向、そう、縦膝枕、そうすると、あの、首がね、こう変な体勢でこうグギってならなくて、しかもなんていうんだろう、こう持ち上がったりとかすることもなく寝られるし、で、ね、どう言えばいいかな、手はまっすぐ下というか斜め下にやると結構楽だよ。あと背高い人だと、お部屋の壁というか、あの、境目のところにヘリに足が当たっちゃって足が伸ばせないっていう方が結構いたので、そういう方はなんか、あの、胎児ポーズというんですかね、赤ちゃんのようにこうくるっと丸まるというか、あの、赤ちゃんがお母さんのお腹に入っている時のようなポーズをすると結構楽だよっていう感じですかね。というか、そう、初めて行った時に小町さんに聞くといいと思うよ、どんな感じで寝ればいいですかねって。やっぱお店によってね、若干の広さとかも違うから、あの、向きが違う方がいいよっていう場合もあるし、広いお店は結構広いんだけどね、狭いお店は狭いんだよね、という感じかな。膝枕っていうか太もも枕が実は正しい、うん、そう思う。そしてまだまだあるのでいきますよ。ペンネーム怪盗日さん、伊賀崎さんに質問ですが、伊賀崎さんがマイノーラル録音関係の機材以外にお金をかけているものは何かありますか。お金をかけているものパッと思いつかないな。耳かきはお金かけてないですよ、そこまで。耳かきはむしろ買うのは当然なので、そこはお金かけるところじゃないと思うんですよ。というか、耳かきは高いと思ってないから、あの、耳かきはそれだけの価値があるから当然です。あの、むしろ耳かき高いって高くないから、あの、まあ、確かに一般的な感覚からしたら4000円の耳かきとか1万5000円のやつとかは高いと思うんだけど、だけど、なんだろう、それなりの機能があるから、あの、全然大丈夫だと思う。最近なんかね、結構ハンズさん、あ、ふんふんハンズさんとかでもね、結構親脱線してる、うん、なんかね、京都の職人さんの作ったやつとかもそうあるんだよね。なんかさ、オリジナル耳かきを作ってくれるみたいなお店もあるからさ、あれ実際行ってみたく
ミニクッキーを買うときはですね、ぜひとも直接お店に出向いて買ってもらいたいんですよね。やっぱなんだろう、竹のやつってこうしなり具合とかそのヘラの大きさだったりとか全然角度とかね違うのもあるので、こう見て、実際に見てこの大きさは自分の耳に合うのだろうかとちゃんと問いかけてから買っていただきたいと思うんですね。だから結構プラスチック系だと比較的大きいのが多いんですけど、先が丸くてこう痛くないとかそういういろいろ特性があるので、ぜひともこう見て直接買ってください。耳かき店で耳かきとかって販売してないんだろうか。販売してないですね、基本的に。どうだろう、大阪の方にあるロベリアさんとかどうなんだろう、なんか売ってそうな気がしないでもないんだけど。私はあれですね、働いてる時にお土産としてなんか小分けのパックの綿棒みたいな、なんか一回使い捨て綿棒とかこうお土産にしてたことがあるあと一時期なんかお茶とかにつけるお茶菓子とか自分で買ってきてつけてた。さおまけの耳かき土産みたいな、なんか結構ね毎日充実してたなって思うな。ちょっと待って、再起動になっちゃった。待って、再起動しないで、後で再起動にして。危ない。さて、ここでラスト25分になってきたので、ちょっとペースを上げてアップデート自動止めたら、本当だよね止め方わかんないんだよね、どうやって止めるんだろう。ちょっと後でやっとこう。さて、ここからはイミシンに聞こえるセリフ。今日ちょっと時間がなくて全部質問とかの集めてこれなかったので、もしかしたら漏れがあるかもというか、だいぶ漏れがあるかもしれないので、ちょっとまた次回に回させてもらって、で今日はイミシンに聞こえる言葉集を読んでいこうかなと思います。ではちょっと長い文章からいきましょう。悩み事は溜め込まないで、口に出して、口で言ってとか。でも健全だよ、健全、健全です、健全。あと前の放送で出てたかな、これは。おまん国際空港マンネリ、マンチ固め、梅雨なく、しこしこめ、パチンコ、カチカチ山、みんなはコーヒー、マグロの踊り食い、イカそうめん、みんかん学校、しゃぶしゃぶ、不正よ、きのこかけそば、人はものはバーナー2つ、
週でした。一部理解できない一部理解できない、私は全部理解できたぞ。っていうか一回間違えて何回か間違えて、いかがわしい方で読んじゃいそうになってうってなった。まだまだ募集してるので、よかったらメールください。結構ね、いただいたお便りもちょっと漏れが、そう、出かける5分前ぐらいまで頑張ってやってたから、ちょっとね、メールの漏れが、メールはね、番組の、説明欄にある耳かきお便りっていうアドレス、耳かきお便り、耳かきお便り書いてあるよね。貼ってくれる人がいた。耳元お便りだ。耳かきじゃん、耳元お便り。ホットメール、コムです。なので、ぜひ、そちらに、耳かきについての質問やら、私に対する質問でも、何でもいいので、よかったら、送ってください。ぜひ。というわけで、あと15分かな？何でもいいよ。紹介されるかは別として、紹介されるかは別として何でもいいですよ。よし、今更だけど黒クマのまんま、よし、白クマに戻そう。あれ、今何しようとしたか忘れちゃったよ。そうコミケの告知をよ、コミケの告知を、告知と言いつつ告知するものあったっけ。とりあえず新作が、でもなんかこれ前言ったよね。一応もう一回言っとくか。新作、耳元アダルト放送局という、この放送のアダルト版みたいな、もどきみたいなのが新作で出ます。皆さんから募集したお便りに対して質問に答えるというやつですね、が12月半ばぐらいに一応配信開始にしようかなと思っています。で、コミケではそれプラス1と2、バージョン1と2が今制作中なので、その2を、コミケで 初出しということですかね。初出しとなります。で、なんだっけ、ただちょっと容量的に、DVD もデータ DVD って 4.7GB だっけまでなので、なんだろう、 4.7GB なので、ちょっともしかしたら入らないかなみたいな感じなので、ちょっと今すごく悩んでます。どうしよう。二層 DVD ってさ、簡単に作れるもの？あれさ、プレスってまたなんか違うじゃん、書き方が、書き込みが。だからできるか分かんなくてさ、入稿の時に分かんなかったら困るし、ブツって切れても嫌だし、簡単にできそうなら二層のやつにしようかなみたいな。DVD 2枚組はね、やってないところが多いんだよね。だいたい DVD 2枚組で受けてくれる安いところがアダルト NG なんだよねっていうあれなので、もしかしたら DVD 言ってたと、 DVD 版は MP3 のみにしようかなと思います。入らなければね。ただ
てか、ダウンロード版も結局重くなっちゃうからね、MP3 だし、どうしよう本当にって思ってるんだよね。とりあえず一つのバージョンにつき2時間以上入ってるので結構重いんだよねっていう。コミケだけじゃないと買えないわけではなく、委託の通販サイトの方で、委託の通販サイトで一応コミケの後かなに買えるようになるかと思います。はい、圧縮ソフト変えても結局一緒なんだよね。音が劣化するか劣化しないかみたいな、あと結構パソコンによって合わなかったりとか、なのでまあ難しいのでいろいろちょっと考えてみようかななんて思いますです。あと時間が長いからっていうのと容量重いしね、ハイレゾはまず無理だろうなちょっと思います。やっぱ環境揃ってる人はハイレゾで欲しいよねって思うんですよね。あー、ハイレゾ重いんだよね。ハイレゾ重い。みんな結構ハイレゾとか持ってるとパソコン重くなりません？私のパソコンめちゃくちゃ重いんだけど、最近さ、なんかカクカクしすぎてもうやばい、早く整理しなきゃと思って。コミケって何ですか？コミックマーケット、12月の29日、30日、31日にあるオタクのお祭りです。コミケってググれば出てきますよ多分。コミケ、公式サイトが出ると思うのでそちらで見ていただくと、日付から今までの歴史から全部書いてありますので、ぜひぜひ目の前の箱で調べてください。パソコンの性能にもよるのかも。パソコンの性能ね、一応最新なんだよね。1年くらい、もうちょっと前かに買ってたばっかりの結構新しいやつなんだけど、それ以上にすごいよ、録音したりとか編集したりするからっていうね。なのでちょっとやっぱね、最新といっても上記果てだな。いやでもねクソ高かったから多分ねいいはずだよって言っても、選ぶの私じゃなかったんだけどね。パソコンに関しては全くわかんないから、とりあえず、一番作業効率の良さそうなのお願いしますっていう感じで、任せて。ハードディスクの容量どれくらい？わからん。家に帰ったら調べてみます。ちょっといろいろデータ削除しなきゃなと思って。いや、多分ね、私結構エッチなゲームパッケージ版じゃなくてダウンロードで買うんだけど、そのダウンロードの容量が多分すごい食ってると思うんだ。多分ね、そっちだと思うんだよね。確かに編集も結構やるけど、結構ねエッチなゲームとか動画とかその他諸々がひしめいているので、それもね煩悩の重みがすごい。外付けのハードディスク確かにあるといいね。そう、やっとこうかな、セーブデータだけ保存してやるか。よいしょ、よし。おすすめの色着教えて。でもそれ言ったらさ、なんかね回し物みたいになります。